はい、こんにちは、ママジです。今日は、ゲストハウスカモメナミさんの前から、鳥羽の牡蠣の魅力を、伝える、そういう動画を配信させていただきます。で、趣旨はですね、鳥羽の牡蠣の魅力、本当美味しい牡蠣たくさんいろんな産地があってですね、あるんですけども、そちらを実際に第1回は食べ比べてですね、お送りさせていただきたいと思います。2回目は牡蠣を美味しく食べるための簡単レシピ、3回目は牡蠣の正しい綺麗に剥く方法、そういったものをお送りさせていただきたいと思います。4つの地域の牡蠣の紹介をさせていただきたいと思います。まず嵐島ですね。こちらは殻付きで、お目にかかることがほとんどないそうです。その理由はほとんどむき身で出荷されているからだそうです。東京の築地では嵐島のむき身といえば名が知られているそうです。で、続いては、浦村の牡蠣です。こちらは皆さんご存知の方も多いと思います。食べ放題で、おなじみですね。三重県の牡蠣生産量ナンバーワンで、全体の3分の2が浦村の牡蠣だそうです。で、続いて、桃子町、こちらですね。こちら、三重県唯一の、離島、答志島で、養殖されている牡蠣です。最近だと、答志島のトロサワラで、注目されていますね。はい、最後に、的屋湾の牡蠣です。こちらは、三重ブランドの、認定を受けている、的屋牡蠣と同じ湾で育った牡蠣です。嵐島、浦村、毛取は、伊豆湾の栄養で育った牡蠣に対して、的屋湾の、栄養で育った牡蠣です。以上、4つの地域の、牡蠣を食べ比べたいと思います。では、4つの地域の牡蠣を食べ比べたいと思います。今日はとても寒いので、蒸し牡蠣にしていただきます。ではいただきます。ではまず一つ目、嵐島の牡蠣をいただきたいと思います。では二つ目、浦村の牡蠣を、いただきたいと思います。では三つ目、桃取いただきたいと思います。では4つ目、的屋湾の牡蠣いただきたいと思います。嵐島の牡蠣はですね、噛み締めると甘みが出てくる、牡蠣でした。しばらく噛み続けて味わうと楽しめる牡蠣だと思います。続いて浦村の牡蠣はとても塩気があって歯ごたえも しっかりしていて、シャキシャキしている、牡蠣でした。ビールなんかとよく合いそうな牡蠣だと思います。続いて、桃子町は、ふわっとしていてとても舌触りがいい牡蠣でした。とっても食べやすかったです。牡蠣が、苦手意識がある方でも、美味しく食べていただける牡蠣だと思います。最後に、的屋湾の牡蠣は、口に入れて、溶けているそんな感覚を持った牡蠣でした。すぐに、飲み込んでしまったのがとても印象的でした。美味しかったです。今回食べ比べさせていただいた牡蠣の詳細は概要欄に載せておきますので、よろしければご覧ください。この動画をきっかけに、三重県の牡蠣の魅力をたくさんの人に知ってもらって、食べてみてもらいたいと思います。以上、鳥羽の牡蠣食べ比べ編でした。バイバイ